ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、ロシアが併合したと主張する4州からウクライナ軍を撤退させるようプーチン大統領が要求したことに対しナチスドイツのヒトラーと同じやり方だと反発しましたプーチン大統領は14日の演説でウクライナとの和平交渉を始める条件としてロシアが併合した4州からウクライナが軍隊を撤退させることと NATO ・北大西洋条約機構への加盟を放棄することを挙げていましたこれに対しゼレンスキー大統領はイタリアメディアのインタビューで信用してはならないと反発しましたまたプーチン氏が挙げた条件についてヒトラーがチェコスロバキアの一部の地域を求め融和策として割譲された結果第二次大戦にエスカレートした事案になぞらえヒトラーと同じやり方だと痛烈に批判しました